国際オリンピック委員会の提案が妥当なことであったのか夏の暑さ対策が選手に対する配慮からであることは理解しても国際オリンピック委員会の権力が露骨に押し付けるような振る舞いが拭いきれない国際オリンピック委員会で決めたことに異議できない大きな権限があるために仕方ないが 国際オリンピック委員会のあり方に疑問です。たとえ権限があるにしても、関係団体に声をかけ意見を聞いてから、会場の変更を公開すべきでなかったのか、誰しも思います。オリンピック開催までの準備も差し迫っている中で、国際オリンピック委員会の提案を遅延してはなりませんので、小池都知事も、 合意意なき賛成のの思を表したのでしたでょう東京都民の大多数がマラソン競歩の会場の変更を反対している状況で開催都市の東京ですので東京都が中心になって準備をしています国際オリンピック委員会の提案である札幌会場は東京よりも気温が低いから選手にとって 札幌が良いことに判断されたようですただ残念なことに東京都としても暑さ対策として道路の改修を講じてきているし準備の最中であり東京都としても暑さ対策として具体的に例を挙げて良い環境とも運営ないにしても改善できる状態までできるから東京都で開催したい。 このような意味での発言があったならばと感じます IOC 国際オリンピック委員会が提案している東京オリンピックのマラソンと競歩の会場を札幌に移す案を議論をする猶予はないことから短期に結論を出す必要があった事情もありこれが正しい判断だったかもしれないただ忘れてはいけないのは選手 準備関係者、観客、地元に大変な、口座を残したことです。